ナリティは加藤泰三さんです。こんにちは、加藤泰三です。あなたの人生の物語を聞かせてください。はい、テレフォン人生相談です。はい、お名前は荻豚慎之助さん。はい、年齢は38。ご職業はユーチューバー。今流行りのね、ユーチューバー。はい、なるほど。社会活動家というのをやってると。なんていう名前ですか？荻豚組。ああ、なるほど。はい、荻豚組ですね。はい、で今日はどんなご相談でしょうか？インターネット上で知り合った女性が好きでたまらないと。はい、で今の彼女と別れようと思ってると。なるほど。まあよくあることですね。まあ出会い系っていうやつですかね。まあそのインターネット上で好きになってしまって恋してしまったと、そんなようなご相談ですかね。はい、わかりました。インターネット出会い系サイトに詳しいマドアゼル愛先生にね変わりますんでね、お待ちください。マドさん。はい、マドアゼル愛です。はい、荻豚組の荻豚慎之助さんですよね。よう存じておりますよ。私ね、あなたのファンでですね、よく YouTube 見てます。はい、知ってますよ。あなたがふわふわさんという方が気に入って、秘密にしといてねっていうあの LINE 出回ってますよ。ええ、お答えしますね。まあこれ相談になるかどうかわかりませんけど、やめときなさい。だってあなた、そのふわふわさんって会ったことないんでしょうね。顔も見たことないんでしょうね。名前だけでしょうね。何、アイコンに惚れた。変わってる方ですね。いやでも会ったこともない、まあ話した程度で好きになるって、リアルの彼女さん大事にしてあげてくださいよ。はい、そしてあなた方の活動ね、社会活動家見てますよ。もう本当にあの SNS 通報扇動でしょ。良くない良くない、体に良くない。うん、あと裁判費用とかね、あと弁護士費用とか飲酒代寄付っていうのは、昔ね、私もよく見てたんですけど、国民主権党って知ってます？平塚雅之君。あなたはそれと何ら変わらないんで。はい、はい、いいですか？はい、ありがとうございます。はい、失礼します。お送りしました、テレフォン人生相談。今日のご相談相手はエッセイストのマドモアゼル愛さん、パーソナリティは加藤泰三さんでした。ヘナ姉ちゃんできるかな。結構長めに撮ったんだよ俺。ヘナヘナちゃんならできるよね。できるはず。